コーラおじさんリブートの話。コーラおじさんリブートの話。私ね、昔コーラを結構日常的に飲んでまして、そう、1日に1リッターぐらい。はい。1日1リッター、3食で1リッターぐらい。そのぐらいをね、飲んでたんですね。もちろん、調子いい時に2リッターぐらい行きますけど、まあ、基本的には1日1リッターぐらいにセーブしてて。はい。それでね、やっぱり体調良くなくて、飲みすぎなんですよね。で、やめまして。これやめみたいな感じで。で、やめて、まあ、カフェインは紅茶とかコーヒーとかにしてたんですね。ずっとね。それでね、つい先日、まあ、雑貨屋というか、食料品店というか、そういうところ行ったらですね、100円で2本、コーラの缶が買えると。100円で、コーラの缶が買えると。それでね、メーカーというか、銘柄もですね、ペプシ、と、それからコカ・コーラ、がありまして、それがね、100円で2缶、2本の缶ね、350ml ですよ、買えると。だからこれ安いなと思って買ったんですよ、4本。4本ね。で、4本で200円ですよね。で、正確に言うとですね、ペプシの方は、350ml 缶、普通の、ジュースの缶のね、サイズです。それからね、コーラの方は、コカ・コーラの方は、コカ・コーラ 280ml 缶、280ml 缶ね。これはね、普通のジュースの缶よりワンサイズ小さい缶ですね。はい。それでね、それをね、買ってきて、家に置いといたんですね。まあ、飲まないけども、なんかあった時に飲もうと。例えばね、家にポテトチップスがあると。だけど、なんか飲み物がないと。もちろん、アイスティーとかね、アイス、まあ、アイスコーヒーとかで食べるのもいいんだけど、やっぱポテトチップスといえばコーラでしょみたいな。そういう時は必ず来るんですね。だからコーラを買い置きしとこうと思ってね。で、缶のコーラだし、まあ、数ヶ月はね、当然持つから。で、安いから。で、買っといたわけ。このね、安さはね、私、コーラおじさんとしては、最高レベルですね。あらゆるコーラの中で、最高レベルの安さだと、思います。もちろんね、コーラのね、銘柄によって100円で1リッターとか、100円で1.5リッターとか、買えちゃうものもあるんですね、ペットボトルで。だけど、それはペットボトルだから開けたら飲まなきゃいけないし、分けて飲めないからね。さらに、そういう野良コーラですよね。ブランドもあんま発揮してないような。野良のコーラ、みんな知らないようなね。野良コーラはですね、やっぱ味はどうしても、好みが分かれちゃいますよね。誰が飲んでもうまいってわけじゃないから。私はこれ好きだけど、皆さんはそうでもないな、みたいな、そういうコーラもありますから。野良コーラの中にはね。この野良コーラの中に自分の好きなものをね、発見するという楽しみはね、もちろんありますよ。私がね、野良コーラというか、あんまりブランドが有名でないような、コーラの中でうまいと思ったのはね、ローソン100のスパークリングコーラ。ローソン100のスパークリングコーラうまいと思いましたね。100円で1リッターぐらい入ってるんだけど、ペットボトル。これ味がね、3種類ぐらい出てるんだけど、全部うまい。全部うまい。味に大差なしね。で、これをね、なんか出先で水分補給するときに買ってよく飲むんですね。冷えてるから。で、1リッターあるから、で、自転車で行って、喉カラカラね、1リッターぐらい飲めちゃうわけですよ。ぬるくなる前にね。で、水分補給とカロリー補給も書いてる、書かれてるから。これはいいなと思って、味もね、好きなんですよね。多分これね、一般的に好まれる味だと思いますよ。それでね、まあ、それはいいんだけども、こう缶のサイズとか、あるいはコーラ、コアコーラね、それからペプシの銘柄としてはね、もう最高レベルに、コスパいいんですね。
野良コーラでね、350ml 缶で、40円とかそういうのありますよ。たまにね。まあでもそれはね、味の好みが分かれると思いますね。安いことは安いんだけど、やっぱり味的なね、そういうのあるから。好き嫌いありますからね。ただ、コアコーラとか、ペプシーっていうのは誰が飲んでも大体平均的にうまいっていうね、アベレージを叩き出してくるので、それをね、4缶買っといたんですね。で、つい先日、夜ね、眠れなくて。それで、ちょっとご飯食べて、夜ね。あんま食べない方がいいんだけど、ご飯食べて、それでね、お腹ペコペコで、で、3時間ぐらいしてですね、夜中だけど、夜の3時だけど、3時食べようと思ってね。3時だから、夜中の3時だから、夜食として3時を食べようみたいな感じで。それでね、なんか、ちょっとしたスナック菓子と、それから買っておいた、ペプシー。ね、か、あの、2缶で100円のね、1缶50円のペプシーをね、飲んだんですね。で、まあ、うまくて。でもね、やっぱりちょっとね、そこまでうまくないですね。そこまでは。そう、飲む時の状況とかもあるし。それからペプシーって言ってもいろんな味出てますよね。いろんなバージョンがね。私が好みじゃないバージョンね。いろんな変わった味とかありますよ、ペプシーってね。で、レギュラーのペプシーじゃないから、それはね。から安売りしてたのかなと思いますけど、まあとにかく、あんまうまくなくて。それでね、まあ寝たんですね。で、次の日ね、の夜ですね。またちょっと眠れなくて、あれ、昨日飲んだ、うまかったな、みたいな感じで。それでね、その日の夜中の3時もね、3時食べましたよ。スナック系と、ポテチ系ね、それから、ペプシー、350ml 缶。足りずにね、コカ・コーラの、280ml 缶も飲んじゃいましたね。なんかね、この買ったペプシのバージョンがね、私の好みではないのか、ちょっとなんかこう、満足できなかったんですね。コーラ飲んでるけど、満足できないっていうね。だから、280ml のコカ・コーラも飲んじゃおうみたいな感じね。で、この280ml のコカ・コーラはレギュラーのね、味。オリジナルテイストですからね。だから絶対うまいわけね。で、これ飲んだら絶対うまいっていう。やっぱうまいっていうね。で、まあ、280ml 缶だから、そこまで量は多くないから。そんなわけでね、飲んで、まあ、多少満足して寝たわけね。で、次の夜ですよ。また眠れないなと思って。で、夜中の3時にね、あんまり良くないんだけど、またスナック食べて。で、コーラのオリジナルテイストのね、280ml 缶、4本目ですね。1日目1本、2日目2本、3日目4、1本を飲んで、それで終了っていうね。だから買い置きを置いといたのに、あると飲んでしまうというね。これが悲しきペプシおじさんの、ペプシおじさんじゃない、コーラおじさんの差がですよね。コーラおじさんはね、買い置きしとくと飲んじゃうんですね。数日の以内にね。だから買い置きが意味ないというか、結局飲んじゃうからね。これ保存用だなとか保管用だなっていうふうに置いといてもね、まあ一週間と持たないですよ。はっきり言いまして。そんなわけでね、ペプシおじさん、ペプシおじさん、コーラおじさん、コーラおじさん、これからリブートするかなと思ったんですけども、やっぱりね、コーラをそんなにね、毎日毎日飲んでるとやっぱ体調悪いのでね。だからそこから切り替えて、紅茶にしましたけどね。紅茶。あるいは、アイスティーにしましたね。で、これ余談なんですけども、私ね、紅茶の連打なんですね。紅茶の連打。アイスティー、アイスティーの連打ね。真夏は当然そうだし、秋とか春も、アイスティー飲んでますね。これね、食事の時に水代わりに飲むので、まあ、氷水を飲むみたいな、そういう感じで飲んでるわけね。でね、あれと思って、コーヒー飲んでないなと思いました、最近ね。で、コーヒーなんで飲んでないんだと。
なんかコーヒーの粉をね、ドリップする粉を買ってくるのをやめたんですね。半年ぐらい前にね。半年、1年ぐらい前に。で、なんでやめたんだと。その時の記憶が全くなくて。買い置きしてないってことでやめたってことだからね、コーヒーは。とりあえずね。なんでかなと。怖いなと思って。まあ確かにね、紅茶の方がね、手軽なんですよね。紅茶のドリップ、パックをね、こう入れて、お湯注ぐだけだから。で、氷をね、入れるだけだから。簡単なんですよね。だけど、コーヒーだってそこまで、まあドリップですけど大変だけど、そこまであれじゃないし。なんでだろうと思って、たまにはコーヒーだと飲みたいですよね、アイスコーヒーね。おかしいな、おかしいな、みたいな感じで。で、やっぱどっかでやめてんですよね。どっかでやめてて、紅茶一本にしてるわけね。あれおかしいなと思って。で、買いに行きましたよ。紅茶、買いに行くときに、コーヒーのね、粉もね、ひいた粉も買っといて、これから飲もうかなと思ってますけど、全くね、思い出せないですね。なぜコーヒーをやめていたのか。半年一年ほどね、なぜやめていたのか。思い出せない。で、粉を買ってきたけども、思い出せない。ドリッパーとかで家にあるんですよ、コーヒーの用具はね。ドリップポットとか家にあるから、作ろうと思ったらすぐ作れるんだけど、なんでやめたんだろうと。なんか理由があったはずなのに。まあなんか、そんな感じです。